がいっぱい入ってるとなんか買うの損するみたいな、なかなかそういう感覚があって、でなんか今回もそういう感じで5曲中の3、要は半分以上が先出ししてるっていうのは、なんか聞くときに面白みがどうなんかなってちょっと思ってたんですよ。でいざ聞いてみたときに、その流れで聞くとですね、やっぱ面白いですね。そのちゃんとこう EP の流れで聞くっていうのは、 EP っていうか曲順でちゃんと聞くっていうのは、やっぱ印象がやっぱ変わるし、なんか伝えたいことも変わって聞こえるし、やっぱそういう良さみたいなのが改めてこう感じさせてもらったなっていう、なんかそれがもし意図的だったとしたら、とてもすごいいいこうアクションというか素敵な、ね、考え方だなというふうに思いました。なんかこうやっぱサブスク時代になって、どうしてもその音楽の順番とか、僕もそうですけど、やっぱシャッフルで聴いたりとか、ね、プレイリスト自分で作って聴いたりとか、やっぱそういう時代に今はなってきてるじゃないですか。でやっぱフィジカルとかってそういうのって飛ばさない限りの、まあね、シャッフルもできますけど、まあ、一旦はね順番に聴こうみたいなことを、まあそういうねレコードなんてね、まさにですけど、飛ばすことないんですよね。だからやっぱりこう順番でこうアーティストの意思みたいなのがそこで出てるみたいなのって、やっぱり面白いなと思ってたので、なんかそれをこうサブスクでもなんか感じさせられたっていうのが、なんかすごく印象的な EP でした。なんかそこが一番印象残ってるかな。だからなんかこう曲なんかね、やっぱりなんだろうな、音楽ってすごく好きなんですけど、音楽を超えたところにあるその意思とかみたいなものまでが届くみたいなバンドとかアーティストが、なんか表現者が僕はすごく好きで、でなんか今回とか、まあ、僕が好きなバンドは全部それを体現してくれてるなと思って、僕は見てたり聞いてたりするんですけど、ポーリーもそういうことをやってくれて、すごく音楽も好きだから嬉しいですね。なんでまあそういう意思とかをこう勝手にね解釈してるんですけど、まあ、あるかないか分かんないですけど、そうやって考えさせてもらえるって作品はすごくいい作品なんじゃないのかなっていうふうに僕は定義づけてるんで、まあ、自分たちの音楽もそういうふうに何かを提案みたいなことができると面白いかなっていうふうに思いながら日々、創作とか活動をしてます。でまあですね、じゃあ中身の話に入っていこうと思うんですけど、まあ、ジャケいいですね。ジャケね、まずね、中身じゃなくて、ね、外見だね、それ。ジャケいいっすよね。まあ、一つはね、この、だからこのヘブンリーヘブンリーの、まあ、なんていうの、やりたかったことみたいなのも見たんだけど、北欧感みたいなのを出したかったっていう感じで、ジャケットでもそれを表現してたり、アーシャでも表現してるんですけど、なんか雪山ね、に行って撮影してるみたいな感じで、時期的にね、今もう5月だから結構暑い時期じゃないですか。そこでその雪景色出すって結構勇気、自分だったらいるなと思ったんですけど、また関係なかったですね、音聞いたら。超春にも合うし、多分冬にも合うしみたいな万能な曲たちが揃ってる。秋にも合う曲があったり、だからなんか夏にも合う、すごいっすね。なんかこうオールシーズン行けるみたいな、いつ聴いてもその景色にハマってくれるとか、その景色をよりかきたててくれるみたいなサウンドが詰まっている曲だけど、結構曲の長さとかじゃなくて、そういう意味でボリュームがある、作品かなっていうふうに、自分は思いました。でですね、的な中身に行こうと思うんですけど、1曲目ですね、まあ、星友さんも書いてたんですけど、なんざんだろうみたいな、モーニングライズっていう曲なんですけど、まあ、その7月にその3人体制になって初めてのワンマンする時のライブのタイトルもモーニングライズだったんです。だから本当はそこに間に合わせて作りたかったけど、なんかうまくできなかったみたいなことをインタビューで読んだんですけど、まあ、でもそのぐらいのこう試行
ファンクラブの方も脱退、みたいな感じでみんなちょっとこう喪失感があるみたいな。でホーリーで結束して新しいところに向かうみたいな、なんかそういうテーマがあったみたいで、なんかそれ抜きでもめちゃめちゃいい曲で、でもそれ入ってるってな知らなくて聞いてもやっぱそういう前進してる感とか前向きな感じが伝わったので、やばいなと思ってその記事読んだ時に、なんかそのフレーズとかどうこうとかはすごくどうでもよくて、なんかもう曲全体としてなんかそういう前に進んでるみたいな感じが僕はして、でなんかそれをこう一発で受け取らせてくれっていうのは、僕はその意志みたいなのが強いっていうか、そういうのが入るっていうかね、人間の面白さですよね。最近ねその AI とかミノミュージックさんの YouTube とかでもいっぱい出てるじゃないですか。でああいうの見て面白いなと思うんですけど、通報人間が超えられるかみたいなのをずっと話をねミノさんはしてるんですけど、どうなんでしょうね、超える時って来るんですかね。その感情さえもこう AI が表現できるみたいな時代がもし来たら、もう負けるかわかんないですけど対等ぐらいにはなっちゃうのかなってね、なんかいつも YouTube 見ながら思ってます。だからなんだろうな、表面的なこととか、ね、音符的なこととか、ね、そういうものは真似できても声色とか、ね、その感情っていう人間にしかないものまでは奪えないんじゃないかなと僕はね思ってるんですけどね。だからこう心配しなくても全然人間大丈夫な気はしてます。技術っていう面においては追い越されることは絶対ある気がしてるんですけど、その人間の本来持つ強さみたいなところまではやっぱり僕らの方が上なんじゃないかなと思いますけどね。なんか感情まで学べるみたいなシステムができだしたらもう怖いですけどね。まあ、そういうのはね想像で、なんですけど、まあそういう、ね、余談でしたけど、そういう感情みたいなのが意思とかが入ってるみたいなのまでが届くっていうのはすごいいい曲だなって本当に思いました。でモニライズが一番僕の中では曲でですね非常にいいなと思って聴いてる、結構毎日最後聴いてますね。やっぱいいなってなったら僕毎日聴いちゃうんですけど、やっぱ朝の始まりにすごい気持ちいいし、アコースティックギターもあって、で結構透明な感じのストリングスとかキーボードが入ってて、でドラムのビートもまた面白いですよね。結構こだわってるなって感じ であとはそのなんだろうな、シューゲーザー感を出してくるのが感想の小島さんの PV だったら小島さんが弾いてるのか小島さんが弾いてるのかと思うんですけど、あのギターがあってすごくマイブラやなっていう、これぜひ聴いてみてください。聴いたら分かります。マイブラ感じます。めちゃくちゃ。なので、なんかいいなって思いました。おーってなりましたね。で、そうですね。あとのその、3曲目のスノーサンセットやったかなっていう曲も、その EP に独自で入ってる曲なんですけど、まあまあ、それも素敵でしたね。だからもうトータル的に、なんだろう。まあいいっすね。最初にも言いましたけど順番が違うので単発でシングル聴くのと流れで聴くのが全然違いますね。モーニングライズの後にあのごめんねが来るんですけど、ごめんねのはずの最初のギターがもうやばくて、モーニングライズがすごくなんて言うんだろう、あの悪い意味じゃないです、いい意味でライトな感じの軽快な感じの曲なので、その後にあのファズギターがパワーポートなんでしょうかね、ガンガンってくるとシングルで聴いてた時よりよりずっしりくるっていうかヘビーな感じがまた良くって、でなんかそういうなんて言うんだろうな違いみたいなのが、まあ、楽しめるというか、だからシングルをしっかり聴き込んでたりとかね聴いてる人たちはやっぱり EP っていう流れみたいなので聴くとより楽しめる、なんかそのつまみ食いでモーニングライズとスノーサンセットだけを聴くんじゃなくて、曲をまとめてちゃんと順番に聴くと、でその後の K とかもより情緒が出るんですよ、ごめんねの後に、あ違うか、その後スノーサンセット、でスノーサンセットの後の K かで、めちゃめちゃ情緒が出る感じで、で最後聞こえるっていうね、でなんか流れがあるから聞こえる僕、ね、あなたの声がとか最後に言われるとちょっと泣きそうになるみたいなストーリーがちゃんと構築されてるのがすごくあのいいアルバム、いい EP だと僕は思いましたので、ぜひぜひ、ボーリーの新作ですね。
今日からツアーって言ってましたからね、ヘブンリーヘブンリーのツアーで、ね、大西さん頑張ってください、ぜひまた九州にもね、あの足を運んでいただけたら嬉しいなと思いますので、でどこかで僕は勝手に対話したいと思っているので、ミネラルディストリクトも頑張っていきたいと思います。はいはい、っていう感じで、今日はポーニーのニュー EP ですね、のヘブンリーヘブンリーを語ってみました。ついたので、これにて終了としたいと思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。引き続きミネラルディストリクトも頑張ります。今週日曜日ライブです。頑張ります。では、さよなら。